はい、皆さんこんにちは。僕のアグレット談話のゆうです。今回緊急です。また緊急かよって話かもなんですけれども、本当に今回びっくりして、この今動画に流している通りですね、2つ NFT がドロップされてました。これマジでゲリラです。ゲリラドロップってやつですね。ツイッター上でも何にも入ってなくて、ちょっとびっくりしました。で、一つ目はもうソールドアウトします。で、5000GA なので、1GA24円なので12万です。でも12万でもうすぐに売り切れているようです。私が見た1時間以内にドロップしてたっぽいんですよね。で、その結果でございます。で、もう一つ、これが非常におしゃれな女性のヒールものですね。これが5万GA なので、なんと120万円です。120万はさすがに無理ですね。私無理です。そんなお金あったらもっと投資で稼ぎますっていう話なんですけど、はい。しかもバッチ位置でね、もちろんありますし。で、これはさすがにまだ売り切れてないです。ちょっと動画投稿する瞬間にはもう売り切れるかもしれないんですけども、まあ、120万はさすがにね、無理なんですけれども、でも、本当にお金のある、余裕がある人たちは、絶対これ買った方がいいです。なんでかっていうと、投機的にも投資的にもこっちがでかいからです。なんでかっていうとですね、この後過去にこの女性ものヒールって人気が出たんですよ。で、人気が出てすぐに売れた例があるんですね、実は。で、ちょっと今からこれ検索しますけど、マダムだったかな。マダムで検索すると、昔、ちょっと前にクロッカスのヒールバージョンがこれすぐ売り切れたんですね。バッチ位置が。で、すぐに売り切れて、で、すぐにそれを高い値段で販売するようになってて、これ5000個の在庫あったんですけどもね、っていうものでした。なのでシューズ、そのスニーカー業界でこういうヒール系のその女性もののもので、しかもこんなにおしゃれなものってめったにないと思うんですよ。でしかもこれってデジタルだからこそ急にこういうアイデアが出ちゃうっていうのもあると思うんでね、このデザインって非常に希少価値が高いです。なので絶対皆さん買える人は買いましょうって話でした。で、次の話なんですけれども、これじゃあ、なんで出たのか。やっぱり調べて遡っているんですけれども、やっぱりないんですよね。これ。ドロップの話が一切出てなくって、むしろなんか、お客さん、他の人がツイートで気づいたのを、リツイートを公式化しているぐらいなので、全然ないんですよ。で、しかも、他の面白い情報がありましてね、今この下の方にあるように、スケートボード、公式のスケートボードかな。っていうものもあるんですよ。で、このスケートボードでは、要は、まあ、スケートボードの速さだならすぐに宝の隠れ場所にも到達できますよみたいな感じでやってる、進めてるやつかなと思うんですけどもね。まあまあ、それ置いといて。で、あと公式のアグレット YouTube っていうのはあるようです。今のところ4000人登録者いないぐらいなんですけれどもね。だからここで情報収集もありかなと思います。ですが、やっぱり Twitter とアグレットの Discord でのお話、そこが一番情報早いです。 YouTube は多分一番最後に公開されるってぐらいだと思うので、やっぱり Twitter と Discord、 そして、私のチャンネルをね、見ていただければいいなと思ってます。まあ、ということで、ね、今回本当にゲリラだったので私もびっくりしてます。そして買えません。ですが、こういう風にもっとゲリラドロップが発生していく可能性は非常に高いです。なので、お金余裕のある方、そして自分に余裕があるような値段設定が来ていた時には、ぜひ迷わず買ってみてみましょう。そうすればね、非常に、今後得する未来が待ってるかなと思うのでね。まあ、必ずというわけではないのでね。まあ、こういうのは傾向的な話なんですけども、話半分で、まあ、楽しみつつ、ゲームとしても遊びつつでやっていきましょう。はい、今日は以上、僕のアグレット談話でした。では、さよなら。